はい、3月の7日、新聞コラムの音読を行います。本日の産経明の表題は次のように決めました。もう一つの憂いでは音読します。兵庫県明石市に住む60年来の尚氏の読者である T さん80とはイカナゴの縁で知り合った。毎年3月の初旬に瀬戸内海では稚魚新子の漁が解禁になる。水揚げされたばかりの新子を砂糖、醤油、生姜で炊き上げる釘煮は春の風物詩である。といった説明はもはや不要だろう。阪神大震災の発生した平成7年以来、全国に知られるようになった。被災者が復興したばかりのガスで炊いた釘煮を県外の知人に送って無事を知らせたからだ。15年ほど前のコラムでイカナゴを取り上げると T さんからお便りをいただくようになった。小蘭が隣の神戸出身と分かると故郷の味を送ってくださる。だがここ数年、ありがたさより心苦しさが先に立つ。かつて多い年で3万トンを超えていた県内の漁獲量は今では2000トンを下回る。価格も跳ね上がり、今や庶民の常備菜からは程遠い高級食材である。下水処理施設の整備が進み、水質が改善されたことで逆に餌のプランクトンが減ったことが一因だという。T さんによると、去年は明石名物のマダコも史上最悪の不漁だった。こちらはまだ原因が不明である。昨年から海産物をテーマにしたコラムを振り返ると、相変わらずサンマの不漁を嘆き、北海道の太平洋沿岸で赤潮によってウニが大漁するニュースに驚いていた。先日の NHK の特集番組では、海水温が上がり、サンゴが増殖する沖縄の海のようになった東京湾の現状を伝えていた。江戸前の魚も危機に瀕している。停戦の糸口が一向に見えないウクライナでの戦火、高止まりする新型コロナウイルスの感染者数、憂い事だらけの世の中だが、日本の魚食文化の行方も気がかりでならない。令和4年3月7日月曜日、産経明の音読を終わります。イカナゴ、そういえばイカナゴ高いですね。以上です。本日もありがとうございました。